皆さんこんにちは、みゆです。今日の動画は結婚式にお呼ばれしたのでヴィーガンフルコースをいただけるということでですね、 Vlog を撮っていこうと思います。ドレスだったりアクセサリーだったり、とてもエシカルサステナブルな思いのこもっているものをチョイスしているので、よかったら参考にしていただけると嬉しいなと思います。それではまずは準備から。やばい、あと40分で入れないといけない、どうしよう。ということで、結婚式呼ばれるの大人になってからっていうか、いとこが私が12、3ぐらいの時に結婚したのかな。そっから数えたら、何年ぶりなの、怖い、数えるのやめよう、10年以上ぶりです。なので何を着たらいいのかよく分かんなくって、でも2年前ぐらいにもうそろかなって思って、下北の西海岸っていう古着屋さん、そこで買っておいたドレスがあるので、ちょっと今日はそれを着ていこうと思っております。式自体は5時からだから、多分肩出てても大丈夫っぽいので、ググった結果だから、それで行こうと思います。ねえ、髪の毛ね、一旦巻いたんだけどね、なんかダウンスタイルダメなんでしょ、結婚式って。だからかんざしかなんかで留めていこうと思ってんだけど、髪の毛もやってないです、だいぶピンチ、やばい。ちょっと一旦さっさと化粧しよう。ファンデ5年以上使ってますね、これもいつものやつ。日本での取り扱いが終わっちゃったから、パートナーがくれました、誕生日に。わざわざアメリカから取り購入して、ありがたいね。一時めちゃくちゃ肌荒れしてて、ちょうど別のファンデーション使ってたから、それもあったのかなって思うんだけど、最近はもうもっぱら指で全てをやっちゃうし、昔ほどメイクがっつりしなくなった気がするな。なんかアイシャドウをすると結構目元が荒れるようになってしまったから、最近本当にこういうベースメイクにリップ塗ってビューラーしてマスカラ塗ってだけで家出ちゃうことが多いけど、今日はさすがにもうちょっとだけ化粧しようかな。でも使ってるコスメも家でない化粧しないから全然減らないから、さして変わってない。最近はコンシーラーさえも使わないので、ファンデを重ね塗り、かんざし買ったんですよ、こういうやつ。こうやってくるくるまとめて刺して、これで止めちゃうスタイルで夏を乗り切ってます。首元に髪の毛あるだけで結構しんどいよね、暑くて。よし、濡れました。口に赤を仕込みます。これも変わってない、ペアプロ、もうこれしかなくなっちゃってるから、なくなったら終わりなんだけど、一旦仕込んでおく。表記が消え捨てたディアダリアのパレットで顔に影を作ります。毎度見るたび歌舞伎役者みたいなのもいいんだよ。動かします。鼻を描く。鼻爆誕しました、いい感じ。はい、紅も刺します。 MIMC ほんのりゴールドラメ入りのリップチーク。私はここと鼻に赤みが出やすいから、そっちは消して全く出ないところに刺していく。うん、次、最近何よりも重要視しているまつげですね。まつげ美容液はフォイっていうやつを使っています。アレクサ、今何時？午後3時16分です。まずい。わっしゅわっしゅにあげました。てげでん。のぞみさんという方が作ってくれているヴィーガンマスカラ。トゥスルのマスカラで、目力ワンプ。これはですね、信じられないほどね、カープってなんやねん。カールキープしてくれるんですよ。とてもありがたいですね。あとね、かなりね、伸ばしてくれる。夏のマスカラってね、滲んできたり落ちてきたりするのが多いんですけど、こいつはマジで優秀ですよ。これももちろんヴィーガンコスメです。見てもらおう。よし、ラグダまつげ爆誕。次はアイライナーを引きます。スシロちゃんです。いい感じね。次、普段は描かないけど眉毛キャップラグしてやってるけど、メダリアです。もう私はここだけないんで、ここを埋める感じですね。ブラッシュをたかれると自前だと消え失せる可能性がね、たまにあるので。今回というウェディングの達也さんはね、私がしょっちゅう行ってて、 YouTube にも多分何回か投稿してるヘンプカフェっていう恵比寿にあるヴィーガンレストランの店長さんです。 4,5 年ぐらいかな、通ってて、ずっと月1ぐらいは顔出してるんですけど、絶対にめちゃくちゃ美味しくて、ヴィーガンとかじゃない普通の生活してますよっていう人が全く何も思わずに食べれる、おすすめしやすいからずっと行ってます。ハイライター入れます。目の間と鼻先、眉下、アイシャドウを若干塗ります。見て、このボロボロ具合すごいよね。
多分マスカラと順番逆なんですけど、ギリギリまで寝るか迷ってたから話。顔に影を入れる、これは高校生の時から使っててもうなくなりかけてるブロンザーですね。ゴリゴリと顔を削ります。写真撮られる時にね、今度は顔がまん丸になっちゃうんですね。危ない危ない、シュッとしたんじゃない。あとはさっきのこのパレットのラメを仕込みます。ピンクパールっぽい感じ。アレクサ今何分？午後3時29分です。やべ、あと10分、あと10分で出ないと。え、終わってない終わってない、何も終わってない、どうしよう。なんかちょっと待って、ちょっと待って、目が悪いでしょ。髪の毛どうしようかな。ペロリンパするか。辺は残したいんだよね。こことここ取って真ん中開けて、どうなってるのかさっぱりわかんないけど、一旦これで外しさそうかな。大慌てすぎね。できた。一旦これでどう ？Baby, can you take photo of it? It looks messy. No, there's a little piece of the butt there that's out. Turn this way. Which part? Are you talking about this? Yeah. Or about this? Yeah, that's perfect. Yeah. Okay. Okay, じゃあもう髪の毛これでいいね。どう？綺麗。めっちゃ綺麗。ありがとう。着替えます。ドレスはこれですね。ピンクベージュっぽい感じの色の、あとおかんからかっぱらってきたメルカリで買ったらしいヴィトンのストールでいきます。こんな感じです。どうですか古着のねドレスなんだけど、めっちゃ状態いいんだよね。背中はこんな感じ。どうしようネックレス。やばい、あと2分、あと2分。この間両親が祖父母の実家に帰って祖母の遺品を取ってきてくれたんですけど、このネックレスそれなんですよ。これもです。観光総裁用に唯一の孫なので。 OK、 これで行ってきます。よし、朝だ。特別にお店のチョコレートケーキ醤油ボーシュー、これを皆さんで振る舞いたいと思います。アボカドとナッツでできたローケーキです。生のケーキなんですけど、加熱してないね。美味しいね、これ。美味しいね。
良き仲間たち。終わりました。久しぶりです。ね、幸せね、ハッピーだったね。またねー。帰宅いたしました。すごい楽しかったです。結局あの大学の同期のね、もともとヘンプカフェで働いてたひなと2人で最後 1,2 時間飲んでから帰ってきて、今12時ぐらいかな。達也さん、ゆずきさん、おめでとうございます。お招きいただきありがとうございました。ということで、私の初の結婚式お呼ばれ行ってきました。ビデオは終わりになります。よかったらチャンネル登録、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。通知音もしてくださると嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。